はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、少し前にですね、鬼舞辻無惨ヘルモードの塔というものをやったと思うんですけど、今回は、ついに来ました。まあ、この無惨様がね、できた時から作ろうと思っていたんですけど、次国より一、ヘルモードの塔です。はい。まあちょっと塔は使い回して申し訳ないんですけど、内容は、かなり変わっておりますので、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、このヘルモード、一応最初に説明しておくと、体力 1.5 倍、あの、鬼殺隊も上限もね。で、1.5 倍、防御力アップ、呼吸や血気術の攻撃頻度が、アップ。1秒に1回ぐらい撃つようになると。っていう感じですね。で、あと移動速度アップと。で、あと上限、なんかね、コメント欄見たらドーマもらしいんですけど、ドーマと、黒死亡、あと無惨様もなるのかな、おそらく。は、遠距離攻撃が効かない。弾くという、仕様になっております。で、今回、まあ、より一の塔ということで、今回こちらは、上限側。まあ、上限無惨側ですね。で、鬼殺隊に挑んでいくんですけど、まず1階。1階のまずちょっと説明しようか。はい。1階はこのように、鱗滝さん。あ、先に2勝した方が勝ちなんですけど、鱗滝さんとか、かなおちゃんとか、猪助。で、サビともいます。まあ、猪助はちょっと最近強いかな。イノスケ、あの、サビトがいたりとか、なんだろう、マックスの柱ばっかじゃないっていう感じです。その代わり上限も、炎武とか、あの、海学が2体ということになっております。で、黒死亡がいないっていう形ですね。まあ、だから、まあ、いいぐらいになるんじゃないのかなと。うん、鬼殺隊3体の上限1体ですね、ここは。はい。で、ここがね、本当はこれ炭治郎の家があったんだけどね。呪術廻戦のキャラクターで戦わせたらぶっ壊れちゃいました。はい。本当はここは炭治郎の最初のお家をイメージしたんですけど。で、こちらが、上屋敷邸ですね。はい。で、今回こちら、もうなんか、これ無惨の塔の最終の部屋、これにしようかな。全部壁紙さ、これ額縁貼って、ここに全部無惨様のこれつけようかな。ニョキ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 って。大丈夫かな？集合体恐怖症の人とか、あれかな？トラウマになっちゃうかな？で、鬼殺隊側が、このようになってます。で、炭治郎、鬼の王の、この辺りの鬼の王を全部排除したので、多分、無惨様を出さない限りは、炭治郎がそのまま出ます。なので、今回ようやく炭治郎が出せます。で、見てわかるように、道勝。で、義勇さんは1体しかいないので、一応中央ですね。でも一番強いのは多分炭治郎、か、道勝、どっちかだと思うんですけど。で、姫島さん、さらに品塚さん、2体ずつと。で、牛さんだけ1体って形ですね。これを3体。だ強いですよ。でも、その代わり上限も、このように、通常通りとなっております。で、玉子は、ちょっと強すぎるので、玉子はなしと。はい。いう形で、で、黒死亡はさすがにね、3体だと厳しいから、まあ、これはガチャ運ですね。でも逆に黒死亡以外だったら、こっち側が勝てる確率は非常に高い。でも、ドアマもわかんないかも。強いから。はい。っていう形ですね。で、次。こちら。ちょっとあそこ、ちょっともう一体ぐらい黒死亡増やそうか。ちょっとインフレしすぎかもしれない。で、この上に行くと、ついに、より一の、塔の最上階ですね。で、ここは、より一、一体も確定です。より一が出るのは確定。で、ここなんですけど、はい。このように。基本的に鬼舞辻無惨様が第二形態になっております。そして、黒死亡二体。これがもう外れ枠ですね。黒死亡が外れ枠と。そして、鬼舞辻無惨様の第二形態と。第一形態。で、この第一形態と黒死亡様が特にやばいのが、今回、4体引くんですけど、このように、エンチャント。もうダメージ軽減4を全部つけております。これを4体につけると。で、より一と戦うんですけど、黒死亡とか無惨様第一形態って多分無惨様第二形態になった瞬間に、エンチャント外れちゃうんですよ。だから、何が何でもここを引かないといけない。第二形態から始めれば、エンチャントはずっとついたままなので。いや、でもどうなんだろうね。黒死亡だ、無惨様第二形態に体力2000何あるんですよ。2200かなんぐらいあるから。で、より一、いくら体力上がったって言ってもさ、これエンチャントマックスでつけて、で、さらに呼吸回数とか増えた無惨様4体だったら、さすがに勝てるんじゃないかなと。より一に。ちょっと今回そんな感じでやってます。ちょっとここはインフレしすぎてるから、ごめんなさいね。ちょっとなんかコロコロ変わって申し訳ないんですけど、こうしようか。こうして、さすがにちょっとさ、ちょっと強すぎるから、忍さんと、かなおちゃんあたり入れようか。こうしよう。これにしましょう。はい。これでいきます。では、
ちょっと説明が毎回長くなって申し訳ないんですけど、ここちょっとちゃんと説明しておかないとね、いけないので、一応始まる時間書いとこうかな。では行きます。んー、どっちから行くか。まあ、まず鬼殺隊から行くか。行きます。はい。ドン煉獄さん、まずい、これはまずい。いや、大丈夫。鱗滝さんかさ、いやー、これちょっとやばいよ、やばいよ。はい。あ、やばい、これは待って、すり抜けた、すり抜けた、すり抜けた。うわ、待って、切る、待って、マジか、す、綺麗にすり抜けたぞ。強キャラばっかだ、やばい。いや、でもこっちも赤座ドーマー、いや、赤座じゃ厳しいかも。はい。いやー、赤座で、いや、わかんない、どうだ、赤座だとどうなんだ、わからん。行きましょう。では早速、もうちょっとね、説明ですごい長くなってしまったので、行きます。はい。あとコメント欄で、なんかそのアイテム変えれないっていうか、装備持たせれないって話だったんですけど、シフトボタンで変えれるらしいですね。ありがとうございます。シフトボタンでなんかその装備できないやつもさせることができるらしいです。ちなみに皆さん、コメントすべて見ております、私毎回。ちょっとね、いいねつけれない時もあるんですけど、多分ね、どうだろう、基本、どうだろうな、2つの動画に1回ぐらい全部いいねつけてると思うんですけど、つけてない時も全部コメントは見ておりますので、ありがとうございます。より一の塔を作ってほしいっていうコメントも拝見しました。はい、大丈夫です。より一の塔を作ってる時にもうそのコメントしてくださったあなた、もう作っております。その時にもう制作しておりました。だから結構あれだったね、やっぱり無惨 VS ヘルモードの無惨 VS 鬼殺隊全員でやってほしいってコメントもすごい多かった。うん、なのでよかったらね、いっぱいちょっと動画のコメント感想でもいいですし、リクエストでもいいので、いっぱいコメントいただけると非常にありがたいです。さあ、そしてここでもう首取れてない、もう首取れてるよね、これ絶対。いや、ヘルモードの鬼殺隊強いわ。いや、しかもこの3体はちょっと予想外すぎた。ちょっと強すぎたね。まあでもこれがガチャですから、うん、これがリアルだから、うん。さあ、そしてありがとうね。それでは行きましょう。いいよな、みんなかっこいいよな、義勇さんも煉獄さんも宇髄さんも、うらやましいわ。この顔を 20% ぐらいでも僕にくれ。そしたら僕の人生変わっているかもしれない。じゃあ行こうか。これ一応まあお見せするとこんな感じですね。だからかなおちゃん、しのぶさんをどう引けるか。はい。おい、かなおちゃん来た、来たぞ、これあるぞ。はい。あ、すいません。思わずテンションが上がってしまい、はい。あー、炭治郎やばい。かなおちゃんの近くだと炭治郎の能力上がるとか、そんな大丈夫、バフ効果なんかとかない。はい。お、おお、やば、これは、いや、でも炭治郎がどれ、め、炭治郎本当に強いんですよ。だ、どうなるかだな。そしてこんな感じですね。いきます、いきます。はい。また出たがりか。いや、でもこれ面白いかも、これに関しては面白いかもしれない。いきますよ。はい。さあ、どうだ、これはどうなるんだ、これちょっとわからんね。でも一つ言えることは、異常なほど炭治郎が強い。この炭治郎がどうなるか、こ、だって火の神神楽を常に撃つんだよこれ。しかも超高火力の火の神神楽を。さあ、そしてこれちょっとね、このヘルモードの塔の弱点、呼吸の数が多すぎて何がどうなってるか分かりづらいというところですね。はい、そこがすごいちょっと難点でござるが、そこは私のトーク力でなんとかしたいと思います。はい、トーク力のかけらもございません。はい、語彙力何もないからね、申し訳ないけど。なんか話の会話埋めてって言われた時、同じことしか喋れない人間だから。さあ、しかしこれ、おっと、どうだ、かなおちゃんがここでやられそうだが、しかし赤座の体力もかなりヤバそうな気がする、これ。ちょっと待って、強すぎない炭治郎くん。さっきからずっと火の神神楽が見えてるよ、君。火の、もう首取れたよー。強すぎ、うわー。これ、忍さん体力次第だけど、どれぐらいだ、忍さん。赤座がここで消えてしまうと。そして、あれ、あ、いた。あ、でも、
炭治郎だけになった。あ、でもいい勝負にはなったんだ、やっぱり。そうだね。まあ、義勇さんと煉獄さんと宇髄さんだったからな、さっき。え、これ上飛んでない？飛んでないか。あ、じゃあ結構赤座頑張ったんだ。しかしここでもう、上限側の負けは確定してしまったと。まあ、しかしいいんです。はい。最後。これがずっと気になっていたので、これをやりたい。では行きましょう。それではラストになります。ちょっとこれかなんかで閉じとくか。行くぞ！頼むぞ。ここ。ここで無惨様2体を引けないとやばい。あ、3体、3体。4体で、3体でいい。その中の3体でいい。行きます。行きます。はい。よーし、まず1体いった。オッケーオッケーオッケー。一応お見せしますね。こんな感じで。ここで、あと2体、あと2体出ればいい。別に4体求めない。はい！あ、やべえ。やばい。いきます。はい！やーん！やーん！待て。はい！あー、うーん。いや、2体か。2体、どうなんだろう。よくはないよ。もう1体ぐらい欲しかった、正直。まあでもそんなこと言っても仕方ないよね。よし。では、こちら。全部出して、すべて付けさせていただきます。これ、黒脂肪の頭、防具プラス8なので。はい。そして、ここだよね。では、ちょっと準備しましょう。どういうこと？びっくりした！びっくりした！戦っちゃうのかと思った！びっくりした！マジでびっくりした！やめてよ。やめてよ、越前くん。びっくりするから。あ、でもこれすぐ第二形態で形態が変わったらこれ外れちゃうんだよな。ほら、無惨様、体力、あ、これ正常になってるね。1498。で、こっちが1498。これ正常ですね。体力だってこんだけあるんですよ。これだったらいけるんじゃないかな。こっち1498。で、これだけ黒脂肪ですね。675。ということで。では、行きたいと思います。どうなる？本当にわからん。行きます。スタート！さあ、どうなる？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 これはわからん。本当にわからん。どうだ？意外と、いや、耐えてるよ！耐えてる！いいぞ！すぐにやられてない！瞬殺されない！これじゃあ、相手体力見ないようにします。上の体力出ちゃうんで、体力ゲージ。いや、これあるぞ！ある！倒せる！もしかして？耐えてるよ！ほら！来た！体力見ない！これあり得る！マジである！どうだ？いや、まだ！すごい！みんな耐えてる！あ！これ、ユレチの体力がもしかして切れるのでは？いや、すごい防御力。ちょ、見てみる？ユレチの体力。見ちゃいます？いくよ！ねえ、体力減ってない？やっぱ、呼吸効かないのか。通常攻撃しか効かないのか、これ。なるほどな。じゃあもう、よりいちは無理だ。だったら、いや、でも思ったのが、やっぱりちょっとさ、防御力硬いから、ちょっとよりいちもしかしたら、攻撃力だけ修正されたんじゃないか、これ、ヘルモードだと。あー、でも、いや、どうなんだろうな。ちょっと、よりいちと、鬼滅の刃と呪術廻戦のキャラクター全員でやってほしいっていうコメントがあったんですよ。ヘルモードで。それをコメント欄でね、あったんですけど、それもちょっとやってみようかな。前は、すごい神回になったんですよ。前は。ぜひ見ていただきたいんですけど、確かすっごいいい勝負してた。鬼滅の刃と呪術廻戦合同ペア VS よりいち1体っていうので。それちょっとやろうか。ちょっとやります。それは。はい。ちょっとコメント欄での、でもね、たくさんちょっとコメントいただきたいんですけど、それはやります。はい。ちょっとすごい気になってきたので。で、まあ、無惨様とか、ね、鬼殺隊のもちょっとやりたいかなと思っておりますので、これはちょっとリベンジですね。全員でリベンジしたいと思います。はい。ということで、じゃあ今回は、よりいちの塔やってみましたが、いかがでしたでしょうか。なんか他にもね、こういうことやってほしいよとか、あと動画のコメントとか、感想、たくさんお待ちしております。もう、皆様のコメントが、僕の動画にやる気を奮い立たせますので、はい、奮い立たなくていいよって思うんだったらちょっとしなくていいんですけど奮い立っていただけたら
ぜひよろしくコメントよろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。